腰の横のこのあたりがパンパンに張っていたり、太ももの前がパンパンに張っている方、それは歩き方や立ち方のせいだと気づいておられますか？皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回はスタイルというか美容の話なんですね。足の形とかの話ですね。特に女性なんかに多いのは腰のこのあたりですね。横のね、大天使という骨なんですよ。このあたりが横に張っちゃってる人。だからね、大天使へこますとかで検索とかでも結構上がってるみたいなんですけどね。この腰の横幅が張ってて困ってる人って結構いると思うんですよね。で、あとは太ももの前ね。太ももの後ろはそんなないのに前だけパンパンに張るなっていう人。で、こういう人たちのなんでそうなってるのか、どうすればいいのかっていう話なんですね。で、先にお伝えしておくと、今の悩みって大体共通なんですけど、横幅ってる人は太ももの前も大体パンパンなんですけど、その方ってね、後ろから見たらお尻は大体垂れて下がって横に広くなって四角くなってあるんですね。で、ももとお尻の境目がないようにダラーンと繋がっちゃってあるような人がすごく多いんです。見たんかっていう話ですけどね。見なくてもわかるんです。なんでかというと、その太ももの前とその横幅の張りとそのお尻のその感じがセットやからなんですね。だからこのあたりも全部そしたら今回の話で一挙に解消できるというふうに考えていただいたらいいですね。では内容です。まず今お伝えしたこのあたりですね。このあたりが張ってしまっている、太ももの前が張ってしまっている人はなぜそうなるのかですね。で、どうすればいいのか。今回の動画をご覧になることであなたは腰や太ももの前の張りというものの発生のメカニズムを知ることによって正しく対処し、そのあたりをすっきりと細くすることができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。正しい健康情報を世の中に広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube の動画が広がっていくかどうかは皆さんが押してくださる高評価ボタンやチャンネル登録者数とかで決まってくるみたいなんですね。ですから、もしもこの動画をご覧になって、なるほどなとか、多くの方が知ったらいいのになと思っていただいた方は、チャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまずね、その太ももの前と横の張りっていうのはほぼセットに近いものではあるんですけど、特に太ももの前の張りが先に発生するはずなんでね。で、そのあたりからちょっと詳しくいきたいなと思います。まず太ももの前の張りというのは基本的に前重心になると、前重心で歩いたり前重心で立っていると太ももの前は張るようになってます。ではなぜそうなってしまうのかというと、前のめり、前傾で歩いていると前に倒れていこうとする体重を太ももの前の筋肉で支えて受け止めながら歩いてるっていう感じの体の構造になっちゃうんですよね。だからある意味で言えば、前に倒れていってそのままツツツと行けばいいんですけど、それやったらこけちゃうから、前の太もものところで受け止めるという太ももの前の筋トレをしながら歩いてるような感じになっちゃうんですよね。だから前重心をやめないと太ももの前というのはどうしても張っちゃいますね。で、一応念のためにお伝えしておくと、よくあるのがそっくり返ってる人でね、私後ろ重心と思ってる人がいるんですけど、そっくり返って頭とか肩の位置が後ろに来てても、お腹が前出てると、それは重心的には前に行っちゃってるんですね。下半身の重心が前に行っちゃってるんですね。そのバランスを取るのに上半身が後ろに行ってるだけだから、これは後ろ重心で歩いてるとは言えないですね。このあたりはちょっとご注意くださいね。ですから、太ももの前に張ってる方はそれまず要注意、前重心で歩いてるからですよということがまず一つと、で、あとはもう一つは、前重心で歩くと股関節の形状上ね、内に重心が来るようになったんです。必ず前のめりで歩く前重心になると重心は必ず内寄りに滑ってくるようになってるんです。なんでって言われたら、もう股関節とかそういう形してるからとしか言いようがないんですよね。だから今その場で両足ストレート普通に立ってみて、そのまま前に重心ぐーっとかけると、重心は前の外にはならないはずなんです。前の内側、親指側に流れてくるはずなんです。まあ女性であればハイヒール履いたら、そうですね、ハイヒール履いたりしたらすごくわかりやすい。で、そういう状態になってるから内重心になってるんですね。で、内重心になるとどうなるかというと、足の動きとしたら、太ももがこうあるとすれば、太ももの前が内に寄っていくと、太ももの後ろはどうなるかというと外に広がりますよね。で、その太ももの一番始まった上の部分のことを何というかというと、お尻っていうわけです。で、太ももの前が内に寄って、太ももの後ろが外に行くと、そうすると真正面から見ると、要するにお尻が横に広がった状態っていう感じですね、になってるわけです。だから正面から見たら腰の横幅はこう横に広がって見えるわけですね。じゃあこの横に広がった部分って何かというと、簡単に言えば、今までお尻の位置にあったお尻が横に流れて広がっているという考え方なんです。
だから腰の横を張ってる人っていうのは漏れなく今みたいな足の仕組みで足使っちゃってるわけですね。だから後ろ回ってみたら絶対にお尻は平板で横に広がって下がってるのはそういう仕組みなんです。お尻を横に広げて使ってるから。私お尻なんか横に広げて使ったつもりないって思ってるかもしれないけれども、太もも内体重にするとそういうことなんですよね。だから厄介なのは足の隙間が困るとか足の隙間嫌だと思ってね、一生懸命O脚とか直そうと思って足の内側締め内側締めようとすればするほどお尻は横に広がって垂れて下がるというつながりなんですよね。うん、一応念のため言っておくと、これ他の動画でも言ってるんであれですけど、足の内側を締めたら足の隙間なくなるかってなくならないんですけどね、足はそこはひっつかないんで、詳しくはまたこちらの O脚の動画を見ていただいたらいいんですが、足は後ろをひっつけないと足の隙間って消えないんですね。足後ろがひっつくようになってます。で、後ろをひっつけるように持っていくということは、これは重心で言えば前の内側の真逆ですね。後ろの外側に来るわけです。なんで後ろの内側じゃないのと思ってるかもしれないですけれども、そこまで足は回りきらないので、後ろの外側に重心持ってきただけで十分こう締まってるんですね、っていう形になります。そうするとお尻がお尻の位置に返っていって、この横に張ってた部分が後ろに収納されるという形です、うん、この説明で分かってもらえますかね。で、じゃあ立ってる時もだからその状態に普段すれば、太ももの前に負担がかからず横に張ってるところが後ろに下がっていくということになる。で、歩く時はじゃあどうかというと、それがベースとなった歩き方がゆるかかと歩きなんですよね。足というのは内をずっと踏まない、ずっと外を踏まないというわけじゃなくて、内踏んだり外踏んだりするタイミングがあるんですけれども、それを正しくこうシステム的にうまく回すようにできているのがゆるかかと歩き。で、それができると今まで太ももの前とかに負担がかかってて足が横に広がるような歩き方だったのがそうではなくなるという感じですね。このあたりはね、僕数々動画今作ってきて、多分動画今180本ぐらい作ってるんですけど、口頭で説明するの相当難しいんですね。ネットとかで中島先生の例え話で分かりやすいですねって言ってくれて助かるんですけど、もう必死で考えてますからね、どう例えてどう説明したら分かりやすいかな。だから本当は思ってるよりも一回行ってみて教えてもらったりとかするのがすごくいいんですけどね、うん、という感じです。ではどうすればいいのかですけど、今も出てきましたけど、結局まあゆるかかと歩きせいってことかいなって話なんですけど、まあそういうことですよね、うん、でも私はゆるかかと歩き以前の問題に、あなたのその腰の張りとか太ももの張りって生まれつきでもないし、そのまま一生変わらんもんでもないし、それって歩き方の問題で変えれるんですよ。立ち方の問題とか正しい使い方分からなかったからそうだっただけなんですよ、というふうに気づいてもらいたいんですね。で、それで取り組みを変えていただいたら、徐々にその辺に負担がかからなくなっていって、どんどんスッキリしますね。私の患者さんで太もも周りが5センチとか6センチとか減るっていうのはもう結構ザラにあるのでね、うん、だからちょっと楽しみにして取り組んでもらったらいいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。腰の横張ってるとか太ももの前がとか、まあついでに言えばお尻の形がとかっていうのは、実を言うと全部そのやってることになってるんですよね。だから今やってることを変えずにエクササイズで何とかしようというよりかは、今やってることを変えてしまう方が根本的な解決にもなるし、日常に取り入れやすいというかね、なんかプラスで何かをせなあかんということじゃなくて、やってるあかんことをやめるというだけですから、そっちの方が取り組みとしてはやりやすいと思います。